メロガッパ。はい、喜んで。あなた方のため。すいませんでした。ほら、何だから言っただろ。こうなっ
そういう質問すると。多分差し掛けてるよ。ちなみにあるんですか？ないよ。はい。森くんはどのくらい髪を伸ばすんですか？これもちょっとやめた方がいいよ。森くんは最終的にすいませんってなっちゃうって。一応聞いとくな。森くんはどのくらい髪を伸ばすんですか？いやまあ別にそんなにどこまでとか目標みたいなのはないんですけど、別にここまで伸ばしたいっていうのがあるわけじゃないんですか？ああまあ ないんで、とりあえずまあなんか今結構伸びてますね。このぐらいをまあキープすればいいかな。長めは好きなんで。でもこういう感じにやりたいっていうなんか理想みたいなのがあるわけじゃないんですか？いや別に全然ないです。えこれ動画とかに出るあのそういう人なのに。ああまあまあそれはそう思いますけど、ちゃんとした方がいいんじゃないですか？これはまあ確かにそうですね。すいませんでした。おらなーなっちゃうだろ。そういう風にやめよ、そういうのは。そういうのはもうやめよ。金輪際お前だよ。ということでね、森くんを傷つけない質問をぜひ選んでほしい。ちょっとね、いや、なんだろうな、傷つけないっていうか、森くんの愚かな部分を掘り起こさない。人は誰しもそういう一面を持ってるわけ。いや、かもしれない。だってそうさ。だからね、うん、森くんのそういう面をあえてほじくるような質問をしてはいけないなと思ってるわけ、僕は。すいませんって言わせてしまうから。心苦しいわけ、それは。あなのでね、あの今後ともたくさん質問とかね、いろいろ聞いてみたいことしづらいだろ、そうだとかあると思うんで、いいだろ、気兼ねなく気兼ね何でも聞いてください。さあということで、はい、じゃあ森くんに締めてもらおうかなっていうのところは。あそうですか。いや別に森くんの望んだ締め方をして。カッパここにぶら下がってんの天才なんだけど。でしょ、うん、ちょうどね映るのよ。なんかごちゃごちゃしているね。うん、俺もすげえ思った、うん、ちょっと物多いね。物多いね、うん、まあ我々そういう人間だよ。本当にすいませんでした。ほらやめてって言ったでしょ。ほら謝っちゃうから。ここで勝手に言ってたやつだから、自主的な自主的な反省をしたまでであって、今後ともちょっと反省していきたいので、次回の話はよろしくお願いします。本当にお忘れさまでした。それではまた次回の本当に申し訳ございません。謝罪動画失礼します。裏側はメロガッパの裏側の部分を覗き見できる公式ファンクラブアプリです。おーっとー、森と佐久間のここでしか見られない姿がいっぱい。他にも超限定のコンテンツが盛りだくさん。メロガッパ公式ファンクラブアプリ裏ガッパ。